それでは記事を熊田特派員に紹介していただきます。熊田特派員、お疲れ様です。熊田です。それでは記事を紹介するので聞いてくださいね。2022年4月15日プライムニュースでの自民党小野寺五典氏の敵基地攻撃能力に関する発言が話題となっておりましたのでご紹介いたします。以下引用。自民党小野寺五典氏、まずはあのウクライナは陸続きなので、あのような形でどんどん攻め込まれますが、日本の場合には島国です。ですから攻撃をされるとすれば、おそらく相手の領土から直接弾道ミサイルでどんどん攻撃をされると。これを防ぐためには、逆に言うとこちらから反撃をしなきゃいけない。あの戦車対戦車ならお互い撃ち合うじゃないですか。船対船ならお互い撃ち合う。なんで弾道ミサイルだけ撃たれても何もできないのか。おかしい。この能力を持たなければ、私はあの全く戦いにならないと思います。今回のですから、ぜひあの提言の中でしっかりこの能力は身につけるように、あの国民皆さんにご理解をしていただきたいと思います。引用終了。憲法改正に反対し9条が言うてる政党議員勢力は敵基地攻撃能力にも反対しています。日本に敵基地攻撃能力があると困るのはどこでしょうかね。こういう人たちは誰のため何のために活動しとるんかな。おそらく小野寺氏の説明していることは国民の多くは分かってます。自民党や小野寺氏にはスパイ防止法、防衛強化を一刻も早く進めていただきたいですが、ネットの賛否の声がこちらです。安倍氏をはじめ、ようやく国会議員からまともな安全保障観念が語られだした。相当する抑止力を持つことが平和を維持する唯一の道。なんだったら攻めて蹴るぞくらいにしとかないとちょっかい出されるわけよ。核もそう。侵略された非核保有国は停戦の交渉にすらつけない。ごもっともです。核対応も必要です。同等の戦力があればこそ交渉も成立する。弱ければひねりつぶされて終わり。わかりやすい。当たり前のことを当たり前にできるようになることがなぜできないのか、などの声がありました。また有権者の皆様、今回の参院選では与野党問わず日本の国益になる国会議員政党を選んでいただきますようお願い申し上げます。皆様はこの話題についてどう思いますか。もしよろしければご意見よろしくお願いいたします。コメントは過激な内容はお控えくださいね。猫爺からお知らせです。猫爺がこっそりひっそり運営しているゲーム実況チャンネルも見に来てくださいね。アイコンはこんな感じのチャンネルです。登録 URL は動画説明欄に記載しておりますので、もしよろしければご登録をお願いいたします。最後までご覧いただきましてありがとうございました。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ベルマークをお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。